言いたくないことは言わないでいい。知られたくないことはそのままで。秘密を抱えたままでいい。すべてを見せようとしなくてもいい。深い深い夜の底に沈んで、わけもわからずわめきたい時もある。何が不安でもどかしいのか、言葉にはできない時もある。私の悲しみは私だけのもの、他の誰にも奪えやしない。私の悲しみは私だけのもの、他の誰のものにもできない。はい、ということでございまして、たった今、本編が収録終わったところで、ラジオ版の、ね、収録終わったところでございますが、ここからは放送後期でございますよ。皆様ここも聞いてってね。ということでございまして、引き続きゲストシンガーは長谷川香織ちゃん。はい、どうも。スマイル出ました。スマイル出ましたよ。田舎の田舎の少女です。目取れそうです。まあ、今笑ってるから。今笑ってるから大丈夫。笑ってない時なんですね。笑ってない。はい、長谷川香織ちゃんありがとうございました。今日は、はい、いや、こちらこそ。いや、どうでしたか。いや、もう東京タワーも見れたし。近いからね、東京タワーがね。うん、もう初めて見たの。いや、ああ、見たことある。見てないですけど、うん、やっぱ嬉しいなと思って。いいよね。これ東京だとやっぱ何回見てもちょっとテンション上がるよね。うん、私も。私も。はい。ありがとう。見れたし。見れたし。もう楽しい時間でした。よかった。おかげさまでほんまに。こちらこそですよ。もうなんか普通に面白かった。面白かったね。バカにしてるのか。バカにしてる。してないね。香織さん本当にテープつけますね。4回5回ぶつけましたっていいんですけど全然。あ、いいぶつけるなぶつけるな。いや、おもろいわ香織ちゃん。もうね、とりあえず終始おばあちゃんのネタばっかりでしたけど、おばあちゃんのちょもう全部に絡んでくるね。もうわざとじゃないんですよ。全エピソードに入ってくるね。わざとじゃないね。あ、でもしょうがないね。そういうおばあちゃんだし、そういう長谷川香織なんだね。そうなん、そうなん。ええこと言いましたね。ええこと言いましたね。うん、だってね、あれです。長谷川香織さん物販をね、物販っていうかそのグッズ、うん、はい、よくだいたいタオルとか、はい、ステッカーとかね、うん、あるじゃないですか。うん、でね、ストラップをいつもあるかな。うん、ここある。あります。ある。これ。ストラップをいつもあれなんです。売ってるんですけど、これあれなんでしょ？おばあちゃんの手作りなんですよね。そうです。そうなんです。すごい。香織ちゃん、ほらマイクこっち。白くま。あのね。